こんにちは、アップワード株式会社の若泉と申します。本日は弊社マップ機能が4月16日にアップデートされましたので、そちらのご紹介をさせていただければと思っております。ぜひ営業組織の改善にご興味のあるお客様は、自社の営業組織の課題と照らし合わせてお話を聞いていただけますと幸いでございます。今働き方改革で、労働時間規制がかけられている中、限られたリソースでより大きな成果を上げなければならないというのが営業組織の現状でございます。そこに、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、リモートワークや、オンライン面談の推進によって、非常に、コミュニケーションが取りづらいような状況になっています。実際に私が営業活動をしている中でお客様からお伺いするお悩み、課題としてこちらの3つが挙げられています。1つ目が現場の活動が把握できない。いわゆる営業員の方の日々の商談報告であったりだとか、お客様とお話しした活動の記録がしっかりと入力をされない、蓄積されない、そういった原因から営業現場で何が起こっているのかがマネージャー層であったりだとか経営層の方々が把握できないというような課題がございます。そして2つ目は営業の価値パターンがないというところでございまして、いわゆる日報やエクセルベースでデータを集計しているお客様であれば定性的な報告しか蓄積できず、定量的または定型化されたものが社内に蓄積されていないためデータを分析して活用することができないというようなお声をいただいております。そして3つ目、アプローチすべき顧客がわからない。賞賛がなく闇雲な営業活動になりがちというふうに記載をしておりますが、いわゆる定量的なデータが溜まっていない先にどのようなお客様がどこにいるのか、また自分が担当しているお客様の中で優先的にフォローすべきお客様はどこにいるのか、そういったものが分からず闇雲にアポイントを取って訪問活動をする、商談のアポイントをもらう、そういった営業活動になっているというようなお悩みをお伺いします。こちらのスライドでは顧客解像度が営業の優位性になるというお話をご紹介いたします。新型コロナウイルスの感染拡大の影響によりお客様、いわゆる顧客の情報収集手段は多岐にわたり、お客様自身のニーズも多様化をしています。ですのでお客様のことを知らずに闇雲に営業活動していても結果にはつながりにくく、特に他社との差別化が困難な商材ほどその傾向は顕著に現れております。アップワードの活用により定量的な活動の記録を蓄積していくことで、お客様が自社製品のどのようなところに興味があるのか、また競合他社のサービスのどのようなところに不満があるのか等の情報をしっかりと分析をして顧客解像度を上げていくことができます。その結果、最適なタイミングまたはお客様にとって最善な内容で提案活動が行えることで、結果的にそれが営業の優位性につながるというようなところでございます。そして顧客解像度を上げることで、多様化された営業チャンネルを適切に使い分けることができるようになってきます。現在、オンラインコミュニケーションが増えてきている中で、どのタイミングでどのお客様に適切に訪問をするかということが非常に重要になってきています。その中で、優先的に訪問すべきお客様であったりとか、自社製品のどのような部分に興味を持っているお客様がいるのかというものが分かれば、最適なタイミングでお客様のもとへ訪問をすることができるようになってきます。ではここから、具体的な弊社のマップ機能の使い方、活用の事例をご紹介させていただければと思っております。こちらの地図では、今、自社製品を導入している既存のお客様と競合他社のサービスを導入しているお客様を地図上に可視化をしております。アップワードのロゴがついているお客様は既存のお客様で、競合 A、競合 B が競合他社のサービスを導入しているお客様でございます。ルートセールスの方々では基本的にアップワードのロゴがついている既存のお客様に対して訪問活動を行っていくと思います。現場で訪問活動をしながら既存のお客様の付近にいる競合他社のサービスを導入しているお客様に対して既存のお客様のフォローと並行して新規開拓活動を合わせて行うことができるようになってきます。はい、こちらの地図では、営業員の商談の状況を可視化しています。例えば、問題なく提案が進んでいる商談に関しては青色の四角で表示をして、
最終提案活動日から30日以上経過している等の商談が止まっているものに関しては赤色の星に変える、もしくは失注したものに関しては×印にしてあげるような設定をすることで、営業員の方はマップを開いた段階ですぐに優先的にアポイントを取ってアプローチをしないといけないお客様であったりや、社内で共有しないといけない商談、もしくはもう失注にしないといけない商談等をすぐに判断することができるようになってきます。では、まとめを私の方から、お話しさせていただければと思います。先ほどマップで、お見せした通り、売上高の大きいお客様であったりだとか、自社製品への関心度が高いお客様、また競合他社のサービスに不満を持っているなどの定性的な情報をマップ上で分かりやすく可視化をすることができるようになります。その結果、お客様に対する無駄な訪問活動をなくし、角度の高いお客様にのみ適切なタイミングで正しいアプローチを行うことが可能になります。はい、こちらをもちまして、アップワードのマップ機能のアップデート情報のご紹介を終了とさせていただきます。アップワードは、マップ上でお客様の情報を可視化し、定量的に、活動の記録を簡単に蓄積することができるようなサービスでございます。現場での営業活動を革新するようなサービスでございますので、ぜひお話を聞いてみたいと思った方はご連絡ください。